また。おい、車だ。なんだ。助からなかったよ、八重子さん。どうして八重子さん、あんなおじさんなんかのために死んじゃって。ああいう真面目な人ほどだらしのない人間に惹かれたりするものらしいよ。八重子さんみたいな人が死んでおじさんなんかが助かるなんて。浩二君の姉さんの首を絞めて殺したのは八重子さんだった。どうして？君が浩二君の姉さんに殺されそうになった晩、八重子さん、君たちが犯人を嗅ぎつけたことにすぐ気づいて先回りしたそうだ。おじさんがやらせたのね。おじさんの口が聞けるようになったらすっかり話してもらうさ。ぬくいさん、私を殺したがってるやつはママも狙ってるんでしょ？そいつが君のお母さんを殺すとしたら、結婚式の後、新婚旅行とかで。だとしたらグルということになるな。金沢とおじさんは。やっぱりママも手伝うわ。ダメダメ、ママは病人なんだから。でも八重子さんももういないことだし、もう紅葉も終わりね。ママ。うん。なんでもない。なんだか急に寒くなったみたい。東京に帰れば少し暖かいよ。この寒いのによく水の中に入る気になるわね。スキンダイビングって好きなんだ俺。流氷の下にも潜ったことあるよ。へえ。いろいろあったけど
俺たちそろそろ仲良くならないか。私東京へ帰る前にもう一度あの島に行ってみたいな。どうして？いろいろ思い出があるから。よし行こう。私にもタバコちょうだい。無料だね。貸して。うん。落としちゃった。ちょっとそのライター10枚もしたんだぞ。そうか、一度潜って岩の下へ出ればいいんだ。でも危ないわ。信じろよ俺の腕を。ちょっと無理だな、幅が狭すぎる。もう一度潜って出なくちゃ。そう、じゃあやってみて。うん。ダメだ、出られない。変ね。もう一度やってみたら。うん。すごい水圧で出られないよ。困ったわね。どうしたらいいかしら。なあ、一度人呼んできた方がいいんじゃないかな。こんなとこ見られるの恥ずかしいけど。明日まで待ってみたら。ここ遊覧船の航路だから明日になれば見つけてもらえるよ。冗談じゃないよ。明日までなったらここへ死んじゃうよ。そうよ。ある男の子がハマって動けなくなったの。体の大きなあなたが一人で出られることは絶対にないわ。お前初めからそのつもりで。あなたを生かしておけばママが殺される。バカな、冗談なら早いとこやめるんだ。お前自分が何やってるか分かってるのか。あなたこそ何をしたか覚えてるの。
私みんな知ってるのよ。寒い寒い。里美の心も凍えたのよ。早く早く人呼んでこい。叫んでも無駄よ。あなただって里美がどんなに頼んでも聞いてあげなかったでしょ。刑囚には最後のタバコを与えるんですって。ああ、いつの間にか眠っちゃった。もっと寝てればよかったのに。入院してて寝癖がついちゃったのかしら。あなたどこ行ってたの？ちょっと散歩。外は寒いでしょ？うん。湖の風がとっても冷たい。金沢さんどこ行ったのかしら、見なかった？ママ、うん、二人で夕食作らない？そうね、私たちでやると八重子さんの2倍はかかるから、そろそろ始めましょうか。うん、ママ、うん、気分はどう？うん、上々。お医者様も普通にしてれば平気だって。そう、よかった。何を作るの？これから考えるわ。なるべく簡単なのにしよう。誰がいいかな。あ、この写真が綺麗ね。こんなの難しすぎるよ。でも物は試し、やってみよう。そうね、やってみようか。ねえママ、うん、